どいところにいた。うん、どうかした？回数じゃなくて時間でループしたいんだけど。ふむ、変数とピフかスイッチだね。やっぱり変数か。じゃあそれとは別に10時までならこっちも再生するみたいなのは。変数とIFだな。うん、変数で現在の時刻が取れるから制限時間を準備するとか時間成分を抽出するとかだけだよ。面倒なのは現在時刻が UTC ミリ秒なところだけかな。もうやる気なくした。そう言うと思ったからざっくり例だけ紹介するよ。数字変えるだけでいいやつにしてね。今回は時間を条件に使う例を紹介します。具体的には5秒経ったらループを抜ける例と時計の時、分、秒を使う方法です。 5秒。5秒だけリストを操作する例がこちら。変数と F が3つもあるんだけど。あ、ループ後の変数は確認用だから5秒待つのに使うのは最初の変数と F だけだね。命拾いしたな。で、最初の変数は何してるの？いつになったらループを抜けるか決めてる。5×1000 になってるけど。ミリ秒単位だからね。まあいいや、この5を変えて使えばいいのね。そうだね。で、それに今の時刻を足して時間制限にする。細かい話はいらない。あ、はい。あとはループを抜けるIFだけど、単純にこれだけだよ。今の時刻がさっきの時間を過ぎてたらってこと？そういうことだね。この三角ボタンとか押してるのは？そうそう、使った変数とか現在時刻とかはボタンから指定もできます。現在時刻以外にも使えるものがあるので気になったらサポートサイトを見てください。じゃあ次の前に変数内容の確認だけ紹介します。再生録の表示じゃダメなの？あれはアンロック専用だし、再生終わってからしか確認できないからね。じゃあどうやって確認するの？確認したい内容を変数で用意して、ポップアップ通知に指定してください。なんだかややこしいことをやってるように見えるけど。この例だと、エラプスって変数に今までの経過時間を入れて、内容がわかるように言葉を追加してから表示してる。追加するかは好みでいいってことね。うん。必要なのはこのポップアップ通知の指定だけだね。あれ？じゃあなんでこの後に待機があるの？この待機がないと再生完了でポップアップが上書きされちゃうんだ。他にも画像認識とかで画面撮影すると映り込まないように消されちゃうから注意してください。あとは現在時刻から時、分、秒の取り方をさらっと紹介します。何これ？それぞれこのまま使ってくださいと言いたいところだけど、時間だけは時差が効いてくるので日本以外だと調整が必要です。日本語で言われても。そんなわけで海外で時間を取る場合はここの数値を UTC 時差に合わせてください。あとちょっとした補足として、パーセントは乗用、ドットはズインと、をつけると整数部を取り出します。こうやって取り出した変数を IF やスイッチ文に使えば時刻で分岐できます。できるのはともかく、やる人いる。マニアックな使い方だけど、何かしらのアイデアにつながれば幸いです。